皆さんこんにちは、エレナです。ワインエキスパートです。初めての見ていただいている方、Welcome to Elena's Room で、また見て続いて見ていただいている人もいらっしゃったら嬉しいので、またぜひ見てください。では今日のテーマは、ブドウ、白ブドウ品種のシャルドネです。でシャルドネは白ブドウで、このまさにこの通り、グリーンかかった色のブドウです。でシャルドネは実は世界中で一番飲まれているワインから作られたワインです。で最初出身地、最初の出身地はフランスのブルゴーニュ。前回の動画でも結構それについて話しましたので、もし興味がある方は前回のものを見てください。でその次はカリフォルニア、オーストラリア、イタリア、チリ、スペイン、南アフリカ、アルゼンチン、ニュージーランドなどではでも栽培されてます。ではシャルドネの特徴というと、外見はレモンイエローで、色やはり同じブドウと同じように、ワインの色もレモンイエローになります。でそうですね、ワインは、もうちょっと上級に上がるといろんな特徴があるですけど、例えば若い時と熟した時のワインの色は変わります。若い時はこのシャルドネの場合はグリーンかかった色なんですけど、で熟すると、イエロー、茶色く、濃いゴールドイエローとか茶色くなります。でそうですね、色は淡くから強くなります。で次は味わい、口に含んだ時を考えてほしいのはこの3つのバランスなんですけど、酸とアルコールと、果実味と甘みで、前回の2つの動画とも触れてた新世界と、新世界と旧世界の話で、新世界は温暖な地域ですね。で旧世界は冷涼な地域、冷たいところと暖かい地域ですね。でどうやってその良さが出るというと、やっぱり酸は冷涼のところでは強くなるですね。青いリンゴ例えたら、北海道では育った緑のリンゴはやっぱり酸が強いですね。で暖かいところで育ったリンゴは酸は弱い、だからこういう、酸は強め、暖かいところは弱めですね。でアルコールは逆に、冷たいところではアルコールは控えめなんですけど、だんだん暖かくなるとアルコールは強くなります。それはそのブドウの熟度が高いので、アルコールの、そうですね、ワインを作る時のアルコールは高めになります。で果実味も冷涼の地域ではそこまでフルーティーの香りは出ないので控えめです。で逆に例えばカリフォルニアとかニュージーランドに行くと、香り、さまざまな華やかな香りはたくさん出ます。そうですね。で、で一つのエグザンプルとしては、香りは冷涼な地域では大体シャルドネの場合はライム、レモン、グレープフルーツ、青リンゴで、暖かい国、例えばカリフォルニアのシャルドネでしたらヨナシ、ピーチ、パイナップルなどなど、あとはこのワイン、タル使ったかどうかですけど、それをまた香り変わります。では皆さん少しもうすぐちょっと実行時間になるので、またもし何か役にこの動画を役に立ちましたら、ぜひいいねをしてください。でまたぜひフォローしてください。また週に 1,2 回ぐらい動画作りたいと思います。続きます。ではありがとうございました。バイ。